クリスチャン・メラー、1963年、コッペンハーゲンにて、クリスチャン・メラーは、デンマークの科学者、物理学者である。相対性理論、重力の理論、量子科学に、基本的貢献をした。メラープレセット接動理論及びメラー産卵で知られる。新たに発見された、各分裂反応の過程が、余剰エネルギーを生み出すかもしれない、という1938年に、 メラーが夫をフリッシュへ行った提案により、フリッシュは連鎖反応の概念の着想に至った。これがフリッシュパイエルスの覚書をもたらし、ヒいてはモーディ委員会とマンハッタン計画を通して、核エネルギーの開発を指導させた。メラーは1954年から1957年まで、欧州原子核研究機構の理論、研究グループ長を務め、後に、 セルンの科学政策委員会の委員となった。1961年、メラーは重力場の四つ足場技術によって軽量テンソルのみに、基づく理論でよりもエネルギー、運動量複合の回転取り扱いがより可能になることを示した。重力変数として四つ足場を用いる利点は、エネルギー、運動量複合についての式を構築することができるという事実とつながっていた。 これは純粋な計量形式においてよりも十分な変換性を有した。ありがとうございます。